大賀正幸は、日本のブラック解放運動家。ブラック解放、人権研究署名よりじ。ブラック解放同盟中央執行委員。ブラック解放研究所理事を歴任。大阪市東淀川区西アジ出身。被差別ブラック出身ではない父親と、被差別ブラック出身の母親の間に被着出資として、生まれる。父親は、鏡会社の工場長。 母親はその工場の公員であった。大阪市立啓発小学校2年の時、父親の生裁のもとに引き取られ、和歌山市でイボシ系と共に育てられる。和歌山市半付属小学校に編入学したが、1945年7月9日の和歌山大空襲で被災したため、日の出地区に戻り、さらに、また父親のもとに移るなど、被差別部落の内外を往復して育つ。 中学2年で、大阪市立淡路中学校に転校。大阪府立北野高等学校卒業。大川、大阪市立大学文学部へ進学。1957年、上田卓造と共に、ブラック解放同盟大阪府連合会第6回大会に出席。1959年、大学4年の時に、上田卓造、向井忠、山中民世らと、 ブラック解放同盟大阪フレン日の出支部結成に参加、初代支部長に就任。ブラック解放同盟では、日本共産党フラクションの一員であったが、共産党内では同じ、日の出地区出身の名優、上田拓造と共にソ連派に同調し、日本の恋に参加して、後に同党を除名された。まだ党籍のあった時期に開かれた、解放同盟第20回全国大会では、 大阪府連の大議員として出席し、現役の共産党員であることを明言しつつ、同和対策審議会答申を否定的に評価する共産党の方針に異議を唱える発言を行った。また、この大会開催前、同盟内共産党員に、党中央から伝えられた通達と題する内部文書を九百六十八年に公表し、当時の共産党が同対信答申を 否定的にしか評価していなかったこと、それ以後なし崩し的に同党が評価を変えていったことを示す根拠だと主張した。旧社会党、社会主義協会派の小森達国とは敵対関係にある。1994年、組織方針をめぐって小森が初期長辞任を申し出た時には他の中室に移住される段取りだと小森は思っていたにもかかわらず、即座に辞任が認められ、 このため、悔しがった小森は、大我にやられたと叫んだという話も伝わった。上田拓蔵のブレーンであり、ブラック解放同盟の影の初期長、影の委員長、最大の権力者とも言われたこともある。ブラック解放同盟を人権同盟と解消し、ブラック問題だけではなく、人権問題全般を扱う NGO に改装し、行政の補助により運営していく構想を持っている。 と伝えられた。旧社会党、社会主義協会派の小森達国とは敵対関係にある。小森は、大賀にやられたこれは、全くの誤解である。2018年1月31日午後、子女の多野安子同伴で来訪を受け、こうした誤った記述について話し合った。個々の意見の違いはあっても、名友の関係であったことを確認し方役手をした。ありがとうございます。